こんにちは、鈴木です。今回は邪神やネームドを、簡単に倒すためのバフの選び方について解説していこうと思います。結構ね、放送してると、邪神を倒すためにどんなバフつけてるんですかと聞かれることがあるんで、僕が、使っているものを、簡単に紹介してみようかなと思います。本当はもっといっぱい使ってるんですけど、ちょっと分かりやすくするためにちょっと絞ってみました。で、重要なのは4つですね。こちら、リミットオーバー、スキル効果値が2倍になるやつですね。これを使うと、スキルの効果値が、30秒のスキルだと、1分60秒になるということですね。で、こちら、次、バリアブルヒーロー。これ、アタッカーのスキルですね。これ、取るためにスキルアレで100回やらないといけないんですけど、取ったら非常に強くて、OSS が、など16回も追加で使えるようになると。さらに攻撃力もアップするということですね。で、こちら、ハイパーアーマー。これもアタッカーのスキルなんですが、熟練度は250いるんですけど、その代わりダメージ無効、30秒間ダメージを受けなくなるということで、めちゃくちゃ強いです。で、こちら、クイックスキル。これはソードスキルの消費が 100%、マイナス 100%。つまり、SP 消費が0になるんですね。これは15秒 SP 消費が0なんですけど、こちらのリミットオーバーと合わせると、30秒間も、SP 消費が0になると。で、このバリアブルヒーローと合わせると、要は、OSS つなげ放題ということですね。になるというわけですね。で、さらに、攻撃系のスキル、ウォークライとか、バーストテンバランスとか、こういうのを使っていくと、攻撃が、特化になって、速攻で倒せるということになるんですけど、で、この辺、全部使おうとすると、結構ね、SP 消費するんですね。リミットオーバー、これ100。で、ウォークライ25、125ですね、足して。バリアブルヒーローは0ですけど。で、バーストテンバランス50で175合計。で、ハイパーアーマー200で375。バイタリティが、これ消費なしですけど、モーメンタリーポテンシャル、これ消費で SP150 なんで、525ですね。で、クイックスクル、消費 SP50 なんで、575と。で、普通の人は SP が300なんで、こちらのソウルフルスタンドとソウルストレージ、これを使って、最大 SP を600まで増やしますと。で、その後にすぐ SP チャージとバリアブルストームを使って、SP を600で回復するということをすると、このスキルが全部使えるということですね。ちょっとまとめると、順番にまとめましょう。これ順番に並べるのは、効果時間の順番ですね。やっぱり効果時間クイックスキルとかは短いので、これ最後の方に押していくということですね。こういう風に押していくんですけど、こういう風に押していくと。なので、ここで押すのとここで押すのだと多分ね、1秒ぐらいね、差が出るんで、やっぱりね、効果時間短いやつは最後に置くということですね。まとめると、ソウルフルスタンドとソウルストレージで SP を600にすると。最大 SP を。で、さらに SP チャージとバリアブルストームで600で回復すると。で、リミットオーバーでスキル効果時間をアップ。ウォークライで攻撃力アップ。バリアブルヒーローで攻撃力アップと OSS を追加すると。で、バーストテンバランスで攻撃力アップ。ハイパーアーマーで無敵になる。バイタリティで攻撃力アップする。モメタリポテンシャルで攻撃力をアップする。で、クイックスクールで SS 消費をゼロにするということですね。というわけで、実際にやってみましょう。で、今回、犠牲者となるのは、デューティーナイトさんですね。有名な写真なんですけど、リューストリア草原の、光学地帯にいる敵ですね。というわけで、やってみましょう。で、近づいていきます。これで決め、いくぞ。これで決め、いくぞ。そうですね、これでつなげれば楽勝ということですね。敵の攻撃も食らってもダメージ無効なんで、全然、殴っていけるということで、自分の HP とか全く関係ないということで、宝をゲットしたということですね。で、これね、結構強い装備使っているんですけど、今、これ、ステラファイターっていう結構強い装備使っているんで、これね、攻撃力高いんで1回で倒したんですけど、たまにね、たまにというか、弱いうちは、倒しきれない時があるんですね。そういう時は、SP が、こうやって、こうですね、こうやって、繋いで、で、SP が足りないってなったら、もうそこに逃げるんですよ。こうやって逃げて、で、邪神が範囲外に なるのを待つと。で、範囲外になったら、こうやって、回復を待つんですよ。このバフの回復を。5分ぐらい経てば、全部使えるようになるんで、パズドラとか、そんなし、時間を潰して、5分後にまた、これを全部使って、もう一回殴りに行くみたいなことをすると、
いつか倒せるみたいな感じになると思います。ということで、まあ、よかったらこういう使い方をして倒していただければと思います。ではでは。